東京ビッグサイトで国際文具紙製品展が行われ、日本理化学工業のキットパス12色が第18回日本文具大賞機能部門優秀賞を受賞しました。今回大賞の方いただきました、キットバスキッズ12色という商品になります。商品の特徴、まず成分からなんですが、化粧水、口紅なんかに含まれるパラフィンワックスというのを主成分にする商品で、見た目は普通のクレヨンと変わりはないんですが、ガラスとかホワイトボードとか浸透しない素材、ツルツルした素材に糊をかけて濡れたタオル、濡れた布で消せるというのが大きな特徴になります。あと子供が舐めたり加えたりしても害がないという安全な商品で、それが特徴になります。また重ねて塗ることができ、混ぜ合わせることもできるので、さまざまな色を作ることができます。水で溶かし、水彩画としても楽しむことができます。レゲンフォーニュース。